インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる暗号資産をめぐるトラブルが増加しています。また暗号資産の交換と関連付けて投資を持ちかけトラブルとなるケースが増えています。私からはトラブルに遭わないために気づくためのポイントや断り方、もし被害に遭ってしまった時にどうするべきかといった点についてお話しします。暗号資産トラブルでは友人や知人、最近では SNS やマッチングアプリで知り合った異性から暗号資産取引を勧められます。そしてお金を預けてしまったり、 AI を使った投資システムのセミナーなどに誘われて簡単に儲けられる、何もしなくてもお金が入ってくるなどと持ちかけられて投資をした結果、返金されない、出金できないなどのトラブルが発生しています。中でもトラブルの元になるのが、ターゲットにとって儲け話が魅力的に映る勧誘方法です。大きく2つ挙げられますが、1つ目は奨学金やクレジットの返済などのお金に困った状況を煽るパターンです。そしてもう1つは経済的な成功や報酬が得られる、夢が実現するといった誘いのパターンです。こうした悪質な勧誘者は話が巧みで、しっかりサポートしますであったり、返金保証付きですといった言葉を投げかけてターゲットを安心させようとします。また儲け話によってどれくらいの人が成功したかという権威的な人物のコメントを提示することもあります。しかしデータの信憑性はなく、権威的な人物も実は架空ということもあるんです。他にも特徴として、契約内容の詳細を教えなかったり、まだ世の中では目がつけられていないものだと説明したりすることが挙げられます。トラブルに遭わないためにも、儲け話には十分な疑いを持ち、相手の言うことを鵜呑みにせず、たとえ友人や知人の勧誘であったとしても幅広くじっくりと調べて判断することを心がけましょう。例えば今回の暗号資産であれば、勧誘してきた人が暗号資産交換業の登録業者か金融庁のホームページを確認することも一つの有効な手段です。もし儲け話に乗ってしまっても、取引内容やリスクに少しでも腑に落ちないところがあれば、それまで損があっても決して取り返そうなどとは考えず、それ以上関わることを避けましょう。悪質業者は初めに少額の利益が出たように見せることで、ターゲットはもっと儲かると信じ込んでしまい、その状況から抜け出しづらくなることがよくあります。また利益が出ているようなのに出金できなかったり、出金のタイミングで高額な手数料を請求されたりと被害を拡大させます。目先の利益にとらわれず、すぐに手を引くことも重要です。すでに被害に遭ってしまった場合、被害は自分だけじゃない、不当な業者は許さないと思うことです。思い悩まず相談しましょう。また法律の側面から言っても、消費者の利益を守るために作られた消費者契約法によって、不当な勧誘により締結させられた契約は後から取り消せること、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効になること、事業者は情報提供や説明に努める必要があることが示されています。消費者ホットライン188を利用して、身近な消費生活センターに相談してください。暗号資産トラブルではお金が戻ってこない可能性もありますが、相談することで被害をそれ以上増やさないだけではなく、他の消費者の被害防止につながるのです。悪質な勧誘はそこかしこに潜んでいます。油断することなく、注意深く慎重に行動しましょう。